おはようございます。今日の現場です。まずこれが下地ですね。これから抜き板を打ってバサで下地を取っていきたいと思います。はい、抜き板がうまく決まりました。それで今下地のバサをケイさんに出してもらってますはい、これでタイルの貼れる下地作りが完了しました。これからタイルを貼るために割り付けをしていきたいと思います。タイルの割り付けが決まりました。ここから貼っていきたいと思います。ポーチが斜めの時の場合は周りから貼ってきます。100% 回るように中田ハンマーでなじませてから指ガーズで上はこんな感じに仕上がりました。周りの縁取りがすごい切り物大変でうまくいったので良かったです。こっち側の面は付け色がついたのでモルタルで盛んで下地を取りました。あとは横の側面だけです。貼り終わりがこんな感じになりました。斜めが2箇所あります。これでネジを入れて仕上がりになります。